なっといて。じゃあ乾杯の用意しますか。そろそろ皆様グラスの用意を。本日はですね、いつも朝日のスーパードライ、いろいろとね差し入れてもらったものを飲んでいたんですが、やっぱり富山です。ということで今日はですね、こちらうなずきビールをですね、この間道の駅新港で買ってまいりました。ビール、ほら黒ビール来たよー。ちょっとここで泡を落ち着かせてもう一発入れちゃうよ。そうするとムワッムワッっていう、うなずきビールいっちゃいますよ。もうちょうどね、そこ流れてるのね、サラサ流れてるの黒部川だからね、うらもりもりと行きました。あ、ちょっと垂れちゃった、ちょっと垂れちゃった、ちょっと垂れちゃった。ということで本日もお疲れ様でした。では皆さん乾杯。うめえ。いや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 、うまいね。いやうまい。いよいよご飯をオープンしますか。オープン。それではまた本日もメスティン行きます。メスティンです。ではオープン。うわー、すごいツヤツヤです。ツヤツヤ、いらっしゃいませ。まあいい香りです。ものすごくいい香りです。おー、つやつやです。新米です。ちょっとお米をいただいてみましょうか。いや、うまい。もう富山尽くしです。今日はキャンプ場も富山、お米も富山、そしてビールも富山。さんまどこだか知らないけど、うん、うわ、じゃあさんまもいただいてみたいと思います。ちょっと蓋してね、虫さん入んないの蓋してね。ここにね、ちょっと虫さん止まってるのがちょっと捕まえといてね。いや、これはね、うまいよ。よいしょ。やべ、ビールがうめえ。はい、よい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 よと。ほーら、来たよー。あ、頭。骨外しました。そしてあとはね、もうこのままバクバクといけちゃうよ。あ、サンマの綿も食べちゃいますよ。一緒にして、身と一緒にして。え、ミルクアンさんも食べない派ですか。やっぱ苦いから嫌。さんまさんの骨中身だけいなくなっちゃった。中身だけいなくなっちゃった。さあ、ほぐした。こうやってほぐしてるとさ、昔は子供にどんどん食われちゃってさ、結局食うとこなくなっちゃうんだよね。まずはすだちを、すだちを絞って、醤油をちょっとかけて。あら、ではいただきます。あ、ほーら、これめっちゃうまそうな。この米が大根おろしと一緒に。いただきます。うん、うまい。メスティンと一緒に、いやー、贅沢だよ。この自然の風を浴びながらサンマが食える秋だねー。
そしてこの富山産の新米、うまいね。うん、ヤクマさんリアだと嫌だ。うん、コウさんマジでうまいっすよこの米。うまい。あ、でね、サラダ忘れてたよ。もうこの米とあれのうまさで忘れてた忘れてた。ほう、まだラップかけっぱなしだもん。ラップもうだよ、これも食べないと。いつものようにピエトロドレッシングかけて、なので今日はね、オニオンサラダを。うわ、なんだ今のは、どこ行った。めっちゃなんかでっかいの跳ねたんだが、入ってねえよな。おい、入ってねえよなお前。あ、大根おし。この前回ね、撮った時に前に出た時に暗くなったの、すごい顔が。だからこう動いても暗くならないように照明をやったんですけど、その分虫の光量が強くなるから、虫のね、飛んでくるのがめっちゃ多くなっちゃったと。あれやめて、おい、いう感じです。あ、向こうの電気は、あれ向こうの電気どうだった。あ、そこだから飯が終わったら焚き火、まったりゾーンでね、焚き火しながらまったりしようかなと。あ、あれだ、めっちゃ虫が飛んでくる。うん、やべえ、米もうないよ、米がない。まあまず、そしてサンマも終わった、サンマ終わった。ごちそうさまでした。おいしく新米の方をいただかせていただきました。いやー、うまかった。あ、蚊取り線香が消えたのか、マジか。めっちゃ虫が暴れとる暴れとる。さあ、そうか、蚊取り線香つけないと。すげえ虫が。食ったー、なんか気になるな。うわっ、あっ、蜂だ、蜂って夜動かないんじゃないのねえ。ちょっと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 、マジか、蜂でかいの。うわっ、マジか、すげえ蜂が。なになに、やべ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 、すげえ蜂が。怖かー。おお、あ、まだいる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 、マジでマジでマジで、あー、やべやべマジで、怖か、マジでマジで、様子いじめだから余計襲ってくる、マジでマジで、うわっ、マジで蜂が襲われてる。俺襲われてるよ、俺襲われてる、間違いなく襲われてる。怖かー。蜂さんどこ、蜂さん、うわうわうわこんなでっかい蜂、マジこ、マジでマジでマジで襲われてる襲われてる俺。うわー、怖かー。めっちゃ必死でしょ、そりゃ蜂だぜ、蜂、明らかに蜂、これ凍らないじゃん、これマジか。めっちゃ殺虫剤サラダの上まいちった。どこ行った、すっげえ汗かいた、マジでライト、マジで、蜂は怖えよ。
蜂は、蜂は怖い。どこ行った？すげえハーハー言っとるけど、ちょっと火焚くべ、火。いや、マジでちょっとこれもうちょっとさすがにね、殺虫剤になっちゃったよ。俺が退治されちゃう。ちょっと火焚いて。怖かー、マジで怖かー。もうね、蜂に比べたらね、他なんてね、だらしないな。よく言うよ、トミちゃん。知ってるぞ、俺は岡山での出来事。そんなこと言ってると言っちゃうぞ。あんだけ逃げまくってたやつが。だらしないですと？やべ、だって怖いじゃん。蜂はダメだよ。なんで蜂って夜動かねえんじゃないの？そう聞いたんだけど。割とマジで。真面目に、やばかったっす。今の蜂さん、でかかった。戦っちゃったよ、まず。マジか。え、蜂は優しく触ると刺されねえよ。いや、あんなもん突然来てみろよ。ほんとやだよ。慣れてないんだから。絶対無理。何かなと思ってさ、でかいのが。そしたら蜂だったんだよ。そしたら殺虫剤みたいなし、なんかやっても全然びくともしないんだよ。ひどくないかい？もうその仕打ち。え、刺激を与えず冷静にすると大丈夫だよ。いやー、そうね、なんか蜂はね、若さんも言ってたんだよ。蜂はね、知らん顔して止まってりゃ大丈夫だからって言われたんだけど、やっぱり僕みたいにチキンは見ちゃうとね、もうダメなわけですよ。逃げたくて思わず逃げちゃうわけですよ。そうするとね、余計こっちに向かってくるわけですよ、あいつが。やだよね、マジで。割とマジで。やだよねー。え、騒いだり逃げたりすると刺されるよ。いや、めっちゃ逃げてました。え、めっちゃ騒いでました。ふぅ、焦ったー。マジで焦った。服や手に止まってもじっとするのがコツ。いや、もうね、あの恐怖と戦うのがもう耐えられないよ。慣れないとつか、蜂をさ、そもそもあのでっかいやつがさ、こう寄ってくるっていうさ、経験がないからさ、東京で蜂あんまり見ないからね。特に秋葉原で。秋葉原で蜂さん見ないからさ、ちょっとやばかったよ。割とマジで。恐怖を捨てる。いやね、もうチキンだからさ、怖がっちゃってさ、これがね、ザッツ都会のもやしっこというやつですよ。ねえ、綺麗になった。あ、なんかまた来た。また来た、蜂がまた来たよ。お願い、どこ？また来た、どっか。あー、やめて、ほんと。マジで、どこ？あんたどこ？怖っ。蜂が。マジでやばいって。蜂がやばい。本当にやめて。ちょっとどうしよう。マジですごいんですけど。めっちゃ暴れてる。この人めっちゃ暴れてる。やめて、来ないで。
ちょっと待った、また、本当にごめん。ちょっと本当にどっか行って。マジ無理なんですけど。これマジ無理。わあ、ちょっとどうしたらいいのこれ。どうしよう。うわ、マジで、本当どうしたらいいのこれ。怖い。もうダメだ。本当ダメ。無理。本当無理。これは無理だって。蜂が。明かりを消すと。明かりを。とりあえず明かりを。どうしたらいい。マジ無理なんすけど。緑色が鍵刺激？ちょっと待った。このスプレーで効かない？じゃあどうすればいいのよ。もう効くもんも、最後火炎放射器なんだこれ。マジでバーナー焼きすんだこの野郎。今度来たらマジかよ。どうすればいいのこれ。ちょっとマジで蜂だけは無理だよ。どうすればいい。バーナー。ちょっともう新しいガスつけるから。マジで、いやマジ怖いんだが。蜂だけは無理だって。黄色いスズメバチみたいなやつ、煙出すと来なくなりますよ。ちょっと焚き火のそば行くか。移動するか、焚き火のそばへ。いやマジ怖いんだが。これまったりタイムとかそういう問題じゃねえよ。なんか火炎放射器持ったやつ来たぞ。火炎放射器火炎放射器持っとる。蜂の防護服着てる。蜂の防護服。どこですか。いや今ね、どっか救助に参りました。どっか行っちゃったんだよ、その蜂さんがさ。これ何これ、このこれ大丈夫。いやなんかね、蜂は焼くの。美味しいですよ。いや美味しかったよ。いやー今コウさん来てちょっとね、ほっとしてるのは事実です。コウさんが登場して、ちょっとね今ホッとした自分がここにいるのが事実です。いや危ねえ。いや本当に蜂来た時マジ焼いちゃえばいいの、あれは。はい、焼いちゃえばいいの。焼けば大丈夫。ビールでも飲みますか。ちょっと落ち着いて。いやー焦ったね。あんなさことになるとは思わなかったからさ。もうこうなったらね、蜂さん煙の苦手だって言うから盛大に燃やしちゃうよ、薪を。巣って見える範囲にあります？いや分かんない。どれだか分かんないんだけど、さっきね、ブンブン丸さんが来た時に蜂に注意っていうなんかあれがありますよって言われて、大丈夫じゃねって言ってたんだよ。実は全然大丈夫じゃねえじゃないかよ。誰コウさん、富山県在住の今回のお米をくれた方ですね。ここを紹介してくれて、お米をくれた方です。いろいろとですね、今回富山ではお世話になりっぱなしという感じです。いや違う、ミツバチじゃないから。ミツバチだったらちっちゃいじゃん。ミツバチはそんなに刺さないっていう頭があるからいいんだけど、あのねスズメバチは怖いよ。あんゆがちょっと長くて黄色と黒のしましまで、あれは怖えよ。あんなのがあのタープの中でさタープの中でブン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 ぶつかってさ、なんかさ怒ってんだぜ。蜂に刺されて顔が腫れた気持ち、いや見たくねえからそんなもの、マジで。
やっとね、汗引いてきたんだね。マジで冷や汗出たからね。確かにまあさすがに5回目だからね5回目だから慣れるよね。2、3回すれば大体慣れてくるでしょ。初めはすげえおっかなかったけどね、火っていうものが。でほら、東京ではこんなことできないじゃん、絶対。やったらほら、おまわりさんから何から来ちゃうからさ。やっとなんか慣れてはきたよね、少しずつ。でこういじくり回してるのが面白いと。すげえ、一気に煙が。コウさんの目にケムケムが。ちょうど今コウさんあたりにケムケムが。さっきから泣きまくったんですけどね。コウさんのところに今行ってますよ。ガン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 行ってます。私避けてます。煙避けてます。もう悲しくて悲しくて。何、女に泣かされずに煙に泣かされるという。え、誰かいるの？誰もいないよ、俺一人だもん。今日ソロキャンプだから。もう誰もいないはず、誰もいないはず。え、何か見えんの？マジで？いやいやいや、誰もいないはずだよ。もう、ちょっと、って確認しなきゃダメ？うわー！止めーる！止めーる！まだこうやってね、言ってる間楽しいんだよ。さっきのハチさんが来た時とかもう最悪だったからね。ヘビはまだ出ますんで、お気をつけて。うん、マムシ出ますよ。ここ出ます、出ます。川の近くやし。マムシいんの？います、います。普通に。普通に？いや、だってうちのとこにもいますからね。マムシ？マムシとか青大将。あ、噛むでしょ、だって。襲っては来ないの、あれは。襲っては来ませんよ。大体の鳥の卵とか。それの卵と足カポってやられないの？この辺で言うと屋敷蛇とか言って、おあちなみにこの辺はあの大蛇伝説とかっていうのがある。あ、大蛇伝説、はい、大きい蛇がいる。そうそう。え、蛇は田舎でよく食わされてたよ。え、マジで食ってたの？昔うなぎが買えんかな。あ、うなぎの代わり、はい、ね、子供かよって。いやいや、子供以下だよ。タチ悪いよ。だろ、虫ダメ、ヘビダメ、クマダメ、ハチダメ、怖い女もダメ。来ない女、奥さん。え、怖い女、奥さん。いや、怖えよ。俺はクマより怖いからね、三毛の方が。だってクマなら一思いに殺してくれっけどさ、三毛はさ、そう簡単には殺してくんねえよ。息苦しそう。これでも買って、ああ、カメムシが、やべ、今手で払うとこだった。手で払ったら臭くなっちゃう。カメムシが。でも子供はやっぱ可愛いよね。そう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 。で、子供をね育てるのはね、中学生ぐらいになったらもう他人他人。なるべく人と多くコミュニケーションさせるっていう方向だよね。そうですね、コミュニケーションが大事ですよね。そうそうそう、だってね、もうね、中学ぐらいになったら親父の言うことなんか絶対聞かないから。親父はおふくろの言うことは聞かなくて、でも他人の言うことは聞くじゃない、はい、だから他人が育てるんだ。だからそういうその育ててくれそうな、いろんなこと言ってくれそうな大人をいかに近づけるかだよね、多分。そこでね、いろいろ変わってくるよ。俺だって中学校の時はもう親の言うことなんか聞かなかったもん。他人がね、だんだん育てていくんですよ。だ今なんか、もともと、息子が、そう、あのね、うちみたいな商売は絶対に嫌だって言ったの。要は自営業で、居酒屋系、夜の商売系。でもバイトするようになってから、やっぱ考え方変わってるもんね。うん、バイトし始めて、なんかそのだんだん裏が見えてくるじゃん。はい、それで初めて、いや、親父だしって大変なんだねっていうのをさ、尊敬するよとか言われた時にさ、ねえ、やっぱり他人が育てんだなと思って。でバイトさせて社会勉強させるっていうか、だからうちも二十歳に成人になったからね、真ん中の子が。だから携帯も切り離したし、自分で払えって、うん、学生だろうが何だろうが払えないんだったら解約しちゃうよっていう話でしょ。だからバイトして
でもほら大学は4年分しか面倒見ないって言ってるから、はい、だから単位落としたらあとはお前が払えっていう話にした。そのさ一番下がさ高校生なんだけどさ、もう前ちょっと言うちょっと近づくとさキモい臭いとかさ言われちゃうんだよね。あいちゃいたいた、なんかついてる、なんかついてる、あ、なんだ、なになに、なんかブン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 言ってんだけど、この辺で、おい、なにこれ、なにだ、なんだなんだこれ、蜂じゃねえよな、またなんか大きなものがブン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 、あ、いていて、うわ、来た来たでしょ、なになにでかいの蜂、また、あ、これ蜂でしょ。としかず、岩瀬さん、やぶか。また蜂来たよ。すげえ、めっちゃ体当たりされたもん。これ火があれかな、消えてきたからかな。うん、火が消えてきたから。ちょっと小さめのやけど、黄色スズメバチかな。黄色スズメバチ。としかず、岩瀬さん、蜂来襲。突進されたよ今。アクルさん、戦おう。いや、戦えない、あんなの。マジびっくりしたわ。すげえ、なんかすげえ。ブスレンさん、蜂の巣近いのかな。結構怒ってるよね。なんかね、怒ってる感じ。アクルさん、ハエたたきはない。だから、あれ、燃やさないとまた。やべ、危ねえ、ここ。え、この時期って危ないんやんじゃなかったですかね。え、なんで蜂が活動期で。あ、そうなの、うん、蜂が活動期、じゃあこの辺に巣があるんだ。おそらくありますね。だからちょっと怒ってんだ。いや、めっちゃ突進されたもんだって今。黄色スズメバチだって。おはようございます。朝の7時半ぐらいなんですけども、昨日ですね、お食事中とそれから焚き火をしている時に蜂に襲われまして、いやー逃げ惑ったりとかね、大騒ぎしちゃったんですけども、で夜の2時ぐらいですか、だいたいねこのテントの中を片付けて、夜の2時ぐらいから雨が降り出し、今現在ものすごい雨が降っております。バシャ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 という形 でなんかね、富山県地方、今日はこれから大雨、そして雷雨の恐れありということなので、ぼちぼち撤収しながらですね、引き上げたいと思います。まともに一日ね、全部晴れたってことがまだテントないですね。ということで、ちょっとゆっくりしながら撤収作業入りたいと思います。いやー、蜂は怖えー